はい、はい、じゃあすいません、お借りします。ストリートトリプルの R に試乗してます。危ないっておじいちゃん、危ないな。まずはね、このこれか、モード、モードでいろいろ選べると。レイン、ロード、スポーツ、ライダー。このロードモードでね、ちょっと確かめてみようと。で、値段が安いストリートトリプルの S、 これが、まあ、試乗車はないんだけど、このロードモードが一番近いっていうことだったんで、まずはちょっとこれで試してみようかなと思ってます。R ローって書いてあるんですよね、これね。あの車高が下げられてて、クラッチがすごく軽いっす。これは疲れなそうだな。音はね、やっぱいいっすよね、トライアンフの3気筒。すごい気持ちいい。サスペンションも結構グッとグッと押し込んでもね、ちゃんと踏ん張ってくれる感じ。よいしょ。ほんとでもね、これ低すぎるかもしれないな。ちょっとね、あのなんかハンドルが上に感じますね。シートが下がってる分。よし、ちょっと開けてみよう。うん、段差のね、この乗り越える感じもちゃんとこう乗り越えてくれるのがいいな。こう跳ねたりしない感じっていうんですかね。ロードモード別に普通に気持ちいいっす。でやっぱ車体がね軽いんで、すごいひら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 いくな。次はね、ちょっとスポーツモード試してみようかな。ちょっと開けてみたいけど、詰まっちゃってダメか。あー、でもなんとなくね、これぐらいの3000回転ぐらいなんですけど、今明らかにね違いますね、あのさっきのロードモードと。60キロぐらいで3速でやるとね、いつでもこう上がりますね。へえ、でもこれもいいな。 S じゃないや、
R ですね、これは。よし、ここ曲がったら少しは開けられるかな。いや、いい音するな。トライアンフの3気筒か。ご苦労様です。めっちゃ見られてた。でもね、今ね、あの試乗してるんですけど、あの僕ダブル R で行ったんで、完全にねヘルメットがオフメットなんですよ。オフなんですよ。絶対似合わないよなこれ。変な人に見られてんのかな、もしかして。二速すごいな、これすぐ法定速度いっちゃう。やばいやばい、思いっきり見せたからね、さっき。今日はやっぱちょっと道が混んでるからな。でも車重やっぱほんと軽いのはねいいですね。大型バイク扱ってる感じがしないですか。でこのクラッチが軽いっていうのも本当 400cc とか、もしかしたら 400cc より楽かも。ワインディング楽しそうですねこのバイク。本当に右に左に本当軽い。よし、開けてみよう。うわー、3速でも速いわ。すごいな、765cc。 先代は 675cc だったみたいなんですけど、結構やっぱ違うんだろうな、 90cc 分。なんだろうな、ヤマハの XSR900 もこの前実は試乗したんですけど、結構まあモード切り替えでいろいろあるんですけど、やっぱなんかちょっとこう荒々しさっていうんですかね、荒削りっていうのかな、そういう感じがしたんですよね。なんかこうザラッとした感じ。このストリートトリプルの 765cc 版めちゃくちゃスムーズなんですよね。しかし低いっす。もうベタベタです、足は。僕の身長が177なんですけど、もう完全にべったりですね。逆にちょっと車高を上げたいぐらいな感じがします。うん、もう街中これ3速っすね。3速で60キロっていう感じっすね。すごいいいエンジンだ。いやこれちょっと奥多摩とか行きたいな、楽しそう。